ハロー YouTube。 はい、すいません、すいませんでした。こんにちは、チェイです。はい、ちょっと今のね、このハロー YouTube ってやったので、まあ誰のパロディをしてるのかっていうのはちょっと大体、察していただけたかなとは思うんですけども、先日堀江貴文さん、堀江門さんですねが、自身の YouTube チャンネルで、まあジャニーズ事務所の人の退所だったりとか脱退が止まらない理由についてみたいな動画を上げてらっしゃいました。で、まあその動画概要欄にも、貼っておくので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思うんですけど、で、まあその堀江門さんの動画っていうのは、まあ内容のもう大半が経営的というかマネジメント的な部分の見解だったりとか、まあ実際堀江門さんはもう芸能界にいらっしゃる方なので、まあその側面からのちょっとアプローチというか、そこら辺のあの見方っていうのがまあ多くあって、まあどっちかっていうとこのエンターテインメントを供給する側の意見だったんですよね。でもまあこう実際僕みたいなこうエンターテインメントを受ける側、こう消費者というかね、お金を払ってその音楽を聴いたりとかライブに行ったりとかする側の意見とはちょっとなんか違うなっていう風な印象を受けました。ということで、まあ今回はこのジャニーズ事務所の脱退だったりとか退所が止まらない理由について、まあこのエンターテインメントを受ける側の意見というか思いっていうところをちょっと話していけたらなと思います。まあだからその、なんていうかな、堀江門さんの意見をこう否定しに行くっていうわけではないですし、なんなら全然その中指立てるみたいな意図もないので、まあそこら辺はちょっと、ご理解いただければなと思います。ということで、ジャニーズ事務所の、退所、まあ、だったりグループの脱退が止まらない理由についてっていうところをちょっと話していきたいんですけども、まず最初に、堀江門さんのあの動画をちょっと軽く要約して皆さんにお伝えさせていただきますと、まあ、早い話、その、ジャニーズ事務所っていうのは、やっぱジャニーズ北川さんがいたからこそ成り立ってた事務所であって、もう圧倒的なそのジャニーズっていう事務所がその覇権を握っていたのが、まあ、ジャニー北川さんが、まあ、お亡くなりになられた後、そのね、その城がちょっと揺らぎつつあると。で、まあだけどもこの人脈とかそのコネとかのところで、まあなんとかジャニーズ事務所っていうのは成り立ってるんだけども、やっぱりそのそれ以外のこのネットテレビだったりとか SNS、 それこそ YouTube とかもそうですけど、そういう活躍できる場っていうのがどんどん時代とともに整ってきてしまっているので、まあ力のある人ほどそっちに流れていくよねみたいな、まあ大体そういうニュアンスの話でした。まあでもやっぱりこうなんだろう、ファン心理というか、まあこっち側の意見とすると、やっぱりこのジャニーズ事務所を抜けてこう新しいチャレンジをするっていうのはちょっと寂しい気持ちありますよね。僕がちょっと最近思ったことっていうのが、ジャニーズカウントダウンってあるじゃないですか。年末の31日のだいたい11時半、じゃないな、11時もう45分ぐらい、紅白終わりかけから始まってカウントダウンして、まあ12時過ぎまでちょっとやりますよってやつあるじゃないですか。あれって次々いろんなグループ出てくるじゃないですか。例えば次はニュースみたいな、次はキンキキッズみたいな、よっしゃキスマイケーみたいな、カンジャニーみたいな、もうどんどんこのなんていうかな、ヒーローが出てくるみたいな、あの感じが面白いじゃないですか、ジャニーズカウントダウンって。あれがなんかそのなんだろうな、数年前に自分が見ていたものと今これ見ているものって、なんかどんどんメンバーが変わってるっていうか、まあ TOKIO とかいい例ですけど、なんか TOKIO とかも出てくるし、 KinKids も出てくるしみたいな、ああいうなんかこのカウントダウンが楽しかったのになみたいなね、そう思うとやっぱりこうジャニーズを抜けて新しいチャレンジしますっていうのは、もちろん応援したいし、割とそのポジティブな風に捉えてはいるんですけど、やっぱりちょっと、ああもうカウントダウンでああいう風になんかもう次々出てくる、あんなすごいところにも出てこないんだとか、まあほんと直近でいうところのまあ永瀬くんとかは、ああもう空船歌わないんだとか、まあ手越くんでいうところの、じゃあもうあのチャンカパーナのあの伸ばしはもう聞けないのかとか、でもなんかそういう実際こう具体的なこのなんていうかな、催し物とかところになんかその当てはめて考えると、すごいなんか寂しいことなんですよね。だから堀江門さんの言うこの芸能界はこういう仕組みだからとか、なんかこういうね、ネットテレビとかそういう活躍できる場があるから力ある人はどんどん抜けていくよねっていうのもあると思うけども、実際やっぱそのジャニーズっていうくくりでね、そういうジャニーズカウントダウンとかやってるのを出てこないとかね、それこそまあ大型テレビ番組とかさ、ああいうのにも出てこないみたいなのは、なんかね、ね、ポジティブなだけでね、推し進められるものではないのかなと思ったりします。
だから今この直近でいうとこの、まあ、手越くんとかはさ、もう今ニュース抜けて、グループ抜けて、事務所も抜けて、今すごい伸び伸びとさ、YouTube とかもそうですけど、まあいろんな活動されてるわけじゃないですか。それもいいんだけど、なんかそれがなんか、ジャニーズ事務所でできなかったのかなっていうふうにはすごく思うんですよね。まあもちろん本人も言ってましたけど、契約の問題だったりとか、まあいろいろね、その制限っていうのがね、大きい事務所に入ってるとあると思うんですけど、まあそこの部分をなんとかしてできなかったのかなっていうふうにすごく思います。だからまあそれってまあ本人の問題っていうよりは、なんかそのジャニーズ事務所のルールだったりとか、まあ契約のところがね、ちょっとネックにはなると思うんですけど、なんかそういうところもまあ令和っていう時代に合わせてさ、ね、そういうネットとかの部分にも対応しつつあるけど、もうちょっとなんか寛容的になってもいいのかなっていうふうに思ったりします。まあそれこそじゃあホリエモンさんの言うように、こう流れてく人が増えてくってことは、じゃあそれを止めるようなその作戦っていうか、そういう方針っていうのも今後立てていくことが、まあジャニーズ事務所っていうその大きな仕事というか、まあ芸能界での覇権をまあ握り続ける鍵になると思いますし、まあなんかそういうね、なんかいろいろ上の問題というかさ、もうめちゃくちゃもうトップの人たちのいろんなしがらみとかあると思うんですけど、そういうのをなんか柔軟に変えていかないと、本当のこの日本のエンターテインメントっていうか、ジャニーズ事務所が築き上げてきたエンターテインメントっていうのがもう崩れてしまうというか、どんどん衰退していってしまうんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあとはいえね、やっぱりこうジャニーズ事務所を抜けて新たなチャレンジしたいとか、まあ今までとは違った活動したいっていう思いは尊重していかなきゃいけないのかなっていうふうに思いますし、永瀬くんとかもね、どういう活動するんだろうっていうワクワクはもちろんあります。今でいうとこの手越くんとか、もっと他言うとまあ錦戸くんとか赤西仁くんとか、それこそスマップの3人だとか、まあ中居くんもそうですけど、いろいろある中でやっぱね、なんか応援したい気持ちはあるんですけどね、なんかもし出てった人たちが今もジャニーズにいたらなーみたいなね、夢物語を描いてしまうものもありますね。だからまあ今後、今そのジャニーズ事務所ってまあ抜けたらもう絶対共演 NG とか、まあなかなかね、名前が出せないとかありますけど、まあ、今後吉本が取り入れてるみたいな、なんかエージェント契約みたいな、なんかこのグループ活動するときだけはこう契約するけど、まあ、それ以外の活動は自由にさせてよみたいな、なんかそういう契約形態というか、なんかそういう形をとってもいいのかなっていうふうには思ったりしますね。だからまあ例を挙げると、まあ手越くんが今こうやって YouTube 活動するけど、ニュースっていう活動するときだけはジャニーズと契約してやりますよみたいな、そういうのでも良くないですか。なんかそれぐらい柔軟な、なんか契約内容でもね、いいと思うし、そっちの方が大きなお金発生しそうなんですけどね。まあ本当にね、細かいこととか、なんか大人の事情的なところは僕全くわかんないんですけど、このやっぱ面白いエンタメができる可能性があるのに、それをなんかね、大人の事情で邪魔が入るというか、なんかね、成立させられないっていうのはすごくもったいないので、まあこれからどういう風になっていくのかっていうのはね、注目していたいポイントですし、まあこれ以上お願いだからジャニーズ事務所から出ていかないでくれと本当にお願いしたいです。だからやっぱこうジャニーズ事務所にいて、なんかより柔軟にできるとか、ジャニーズ事務所にいながらもこうなんとかね、こう寝ごってこうジャニーズ事務所で新しいチャレンジができるような、環境ができることをちょっと願ってます。はい、ということで、まあ今回は、まあちょっとジャニーズ事務所の、退所が止まらないとか、脱退が止まらないっていう動画を上げてらっしゃった、ホリエモンさんの動画のちょっとパロディというか、ファン側の意見っていうのをちょっと述べさせていただいたんですけども、本当に時を見たいですし、ニュースもね、見たいし、患者にも7人の患者に見たいし、やっぱり、新しいチャレンジ応援したい気持ちありますけども、複雑な気持ちも事実としてあるので、まあそこら辺をね、どう、付き合っていくかっていうのは大切だと思うんですけども、まあ今後のジャニーズに期待しながら、エンターテインメントを楽しんでいけたらなと思います。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ということで、それでは、いってらっしゃい。